な。すっごく楽しそうで。いっちゃんも、もうすぐ修学旅行だって電話で言ってたの。私も、行きたかったな。置いてかないで。みんな、私のこと、置いてっちゃう。私の体が弱いせいで、みんなとの大切な思い出の場所に、いつも、私だけいない。私、どうしてこうなんだろう。小さい頃からずっと、小学校も、中学校も、何度も何度も入院して、たまに遊びに行けても、無理はできないから、旅行とかにも、絶対に行けなくて、勉強も、頑張ってるけど、私はいつも病室で、みんなに全然追いつけない。それでも頑張って勉強して、やっとみんなと明治に入れたのに、やっと、みんなと一緒に、いろんなことができるって、思ったのに。なんで、なんで私は、みんなと違うの？私だって、修学旅行行きたかった。部活にも入って、みんなで疲れたねって言いながら、帰りに寄り道したりしたかった。そのために注射も、痛い検査も、たくさん、たくさん我慢してるのに、なのに、全然良くならなくて、お兄ちゃんにも、お母さんたちにも、いつも迷惑かけて、もう、やだ、こんなの、やだよ。どうして私、こんななの？どうして？なんで？全然、わかんない。私、ずっとこうなのかな？ずっと病院の中で、一人で高校にも行けなくて、やだ。そんなの、やだよ。一人ぼっちにしない。